さあ今週は春日市ということで我々 JR 春日駅前にいますけどもトゥース全国には内緒だよ、ね、やめてくださいよ、鬼ヶ原まで歩めましょうよ、ここで止めましょうよ。いえいえ、すみません、春日駅なんでね。さあ、ご陽気にやっていきたいと思いますが、はい、今日も素敵なゲストの方がやってきてくれましたよ。ちょっと経路が違 う, あどう、いう今回吉本が誇るアクター、アクター俳優ヒントンバトルさんで、いやいや、今 NGK でね公演されてるヒントンさんじゃないです、ヒントンさん公演がありますので、そうですね、はい、まあ、我々とね、仲良くさせていただいている、はい、こちらの方でございます。どうぞ。どうも。あら、初代ヒントンバトルです。ごめんなさい、ヒントンバトルあるきで、タップタップ、ヒントンバトルの説明からやらなきゃいけなくなるんで、 いろんな芸人さんと一緒に見るツアーなどもご用意してますので、ぜひこちらまでよろしくお願いします。ヒントンバトルよろしくお願いします。いけるかな。ありがとうございます。福岡を街ぶらすることなんて、うん、ないです。ないでしょ。はい、うん、すごい楽しみです。あの、お噂聞いてますよ。何ですか。もう朝から公園でお酒飲むっていう。いやいやいや、うん、そんな日もあった。そういう時代もあった。ワンカップワンカップっつって。でもコンプライアンス、ワクワクしてますね。いやいや、コンプライアンス問題ありますんで、うん、公園で日本酒飲んでひっくり返るっていうロケはちょっと最近やってないですよ。ちょっとやめましょう。そんな守り範囲になめましょうよ。今日の日本酒音は藤井隆と春日市をくらり。うわ、おいしい。春日でしか食べられない絶品料理を大満喫。弟にプレゼントしようかな。インテリアですよ。隠す子、隠す子って隠す子。神の手が作る極上アートに。アーモレスリング日本チャンピオンが登場。花丸大吉の鑑賞音。南部に隣接する春日市、 JR と西鉄電車が走っていて、博多や天神まで15分ほどで行けるため、福岡市のベッドタウンとなっています。そのため人口密度が福岡県で一番高い町です。今日もいろんなラインナップ用意してますんで、はい、藤井くんのやりたいこと、行きたいとこに行きましょう。今回はどこ行くとボードに7つのお題を用意。この中から藤井さんが気になるものを選んでいただきます。藤井さんが最初に選ぶのは、じゃあちょっと気になるのがいっぱいあるんですけども、うん、中でも一番気になるこちら、何、かわいいペットに会いに行かん。さあ、かわいいペットでございます。はい、うん、いや、我々も知らされてないので、え、いや、何が出てくるかはちょっとまだ我々も知らないんで、その着地はなんかん着地どこで何が終わったら買い取れましたってなんですか。まあ、だから可愛いペットを見て、うん、あー、でも見えた、もう見えた、あ、確かに可愛い、見えたね、あ、うま、うま、うま、あ、うまだ。ここ春日市って福岡からどれぐらいでしたっけ。いや、もう結局30-40分とかですよね。30分ぐらいよ。ちょっと待って、こうね、噛みつくことがあるのに近づかないで、ポニー、うわー、ポニー、どうも、初めまして。ちょっと、いや、巻きもう巻き割りが気になってしょうがない。うわ、でもどうしよう。なんで春日にいるんすか。いや、今日はあの春日大会ということで。本当に、はい、何しようとです。はい、まあ、それはもちろん見てますけど、はい、ありがとうございます。ペットなんですか。ここですね、基本的に人の家やけんが、あの、お隣の家をちょっとお借りして、え、放牧させてもらってるんですよ。ミステリーの。だからそれ見たら一発目ですよ。乗ります。え、ぜひぜひ、僕は乗りたいです。乗りたいですか。じゃあ藤井さん、まず乗ってください。近づかないで。こっちからの方が、ちょっと危ないですけど。じゃあ僕ちょっと行ってきます。いや、ちょっと待ってください。トン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 、乗り越える方が楽っていうか、トントントン、ここは踏まないように、ここ踏まないように、ここ踏んだらダメなんですね。壊れやすい。ここは踏んでいいですか。はい、暴れはしませんけど、元気がいいんで。え、蔵とかないけど大丈夫。いや、
くらつけてもいいけど裸馬って乗ったことないですか？ないです。ないです。ズボン汚れますけど。全然大丈夫、大丈夫です。左足を折ってください。はい。ドンドン。もっと足上げて。おお。どうですか？裸馬どうですか？青い優です。違いますよ、あなた違いますよ。ボーボーボー、あなた藤井隆です。馬と一緒に揺れたら顔どうにかして顔。もう一回言っていいですか？うん、青い優です。それはな。僕もいいですか？じゃあどうぞどうぞ。お時間取らせます。はい。うわすごい、ね、骨の捕まってていいですよ。背中の骨が背骨がね。フラの上に座ったらこの感触がはいないですね。ないですけど、うん、で膝をぐーっと締めて、はい、自分の下半身を固定させて上半身は力を抜いて、うん、でカメラに向かって苦しゅうない。青い優です。青い優じゃないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あーすごい。青い優ちゃん春日の出身ですよ。そうですよね。あーそうなんですか。え、知ってたの？そうです。だから言ってるんだよ。そんな適当に言ったら気狂ってるでしょ。いや、ありがとうございます。馬乗って青い優です。ます。いやいや生まれだからですよ。遅ればせながらお名前聞いていいですか？僕ですか？一応ですね、日本人なんですけど、ちょっと上さんの乗馬に関わってたもんでラリーっていう日本人なんですけどね。日本人なんですけど、もうそれもう、はい、情報がもう普段何やってるんですか？ですか、はい、じゃあちょっとご案内します、はい、馬と触れ合ったところで気になるラリーさんが営むお店に向かうことに。ラリーさんがもう謎が多すぎて全然わかんないからね。こんにちは。ちょっとね、後ろでご覧になってましたけど奥様、はい、どうも初めまして。お世話になります。どうもどうも。毛がね、結構つくんですか？あ、大丈夫かな。僕つかえてご主人どこ行きますか？あ、着替えて、ここあのお店の方に。あ、ここは、はい、わぁ、はぁ、ハーベスト、ハーベスト。竹本ピアノプレゼンツ第54回3000人の吹奏楽フィナーレでの合同演奏参加者を募集中。広大なドームで演奏していませんか？詳しくはホームページまで。ブラスト大迫力のマーチング&ドラムエンターテインメントが熱い要望に応えて再び。今回も3名の日本人キャストが大活躍。楽器とダンサーの究極のアンサンブルを見逃すな。春日市の住宅街のど真ん中で馬を飼う謎の男性ラリーさん、正体を知るべく彼が営むカフェにお邪魔することに。しかしここでさらに気になるものを発見。あ、ギターだらけ。なんこれ。なんや。うわー。失礼します。これもラリーさん。あー。やられるんですか。まあこの立ち話もなんなんでちょっと。そうですね。ラリーさんこと塩崎武春さん。1984年に結婚し飲食店で働いていましたが、ある日乗馬クラブで馬の魅力に取りつかれ、会社を辞め家族を連れて北海道へ。そこで競走馬の育成の仕事を始めました。5年間働いた後福岡に戻りハーベストをオープン。音楽も大好きでたまにアーティストを呼んでライブも行うんだそうです。ここでお店自慢のスイーツをいただくことに。おお、これ全部手作りしてる。マカロンみたいな。すごい。こっちからですね、栗、リンゴ、牡蠣、真ん中の柚子かな。あ、柚子、うん、チョコ、パイン、抹茶ですね。うわー、おいしそう。全部あの生の果物を使って仕込んでるものばっかりを並べてますので、はい、リンゴにします。リンゴは紅玉のリンゴの皮を煮出して。あー、おいしい。うちあの美味しいはいらないんでもう黙って食べて。あー、わかりました。でも出ます出ます、ね、美味しいから、ね、出ちゃう。美味しい、うん、もう美味しいワンディーですよ。まずい。いやいや、それもどうかと思うよ。バリパイン、これパインだけで、果物だけで、牡蠣は牡蠣とかなかなか珍しくない？一番珍しいから食べて。今回自分で牡蠣ができたんですよ。牡蠣だけで、すごいね。パイン美味しい。うわっ、牡蠣はバリ牡蠣、バリ牡蠣。うわ、あのちょっと滑らかな、うん、柿のあの
ね、はい、甘みの。でもご主人がね、この、はい、急に転職なさったわけですよね。そうですね。奥さんはどうだったんですか。びっくりされた。俺だって最初は。いえ、そんなにはびっくりは。もともとは最初海外に行きたいって言ったんで、うん、海外かと思ってて、うん、でもちょっとそれはこう難しかったんで、うん、まあ海外じゃなくて日本やけん行くかみたいな、うん、でももう全然九州も離れたことなかったので、ね、お子さんもねもういたんですよ、はい、2人いて、うん、で一番下の男の子が北海道で生まれたんですよ、うん、ちょっと年離れたんですけどね。福岡に